っとこの辺が改善されたら嫌だなっていうところを今日はこのスリンガーと一緒に、克服をしていきたいと思います。じゃあ大友コーチよろしくお願いします。お願いします。実際まあ、ダブルスでもシングルスでもチャンスボールって打つことあると思うんですね、まあ、ストロークもボレーも含めて、うん、相手のふわふわふわってきたボール、あれを 100% 決めれたら楽だと思いません？楽勝ですね。でもあれって意外とミスりますよ。ミスります。ちなみに自分がいい球打って相手からチャンスボール来るじゃないですか。時間あるときに何考えてますか？やばい。その通り。即答でやばいな。やばい。時間があるときにやばい、またミスるかも。自信がない方に多いと思います。まあまずは何球も打って、まあ、自分はミスんないんだという自信を持ってもらうの一つなんですけど、まあ、その時に気をつけてもらいたいところがいくつかありまして、一つ狙うところ、もう一本で決めたいからって大体の方が。例えば逆クロス、フォアで逆クロス打つときにシングルスでここ狙っちゃうんですよね。際はこういないときにのところですよね。それも 120% のスピードで打っちゃうんですね。もうチャンスボールが来てるっていう時点で相手も追い込まれてて、こっちに打つか、はたまた逆サイドに打ってくるか、うん、ドロップショット打つか、何してくるか相手も分かんなくてここ止まっちゃってるんです。なのである程度簡単なとこ、内側でいいですし、ベースラインからもう浅くていいです。このところにもう 80% ぐらいで十分です。ケリーに入る感じでここに打ってあげればほぼ 90% は一発で決まりますし、もしかして帰ってきたとしても今打った球よりも楽なボール、もっとネットに近くて浅いちょんって入れるだけで決めれるようなボールが来るので、うん、まあ、それ決めればいいぐらいの楽な気持ちでスリンガーで練習するときは 100% でこの厳しいところを狙うんではなく、安全なところに10球中8球入れていこうというイメージで練習をしてもらえればと思います。チャンスボールを練習するときの、まあ、セッティングですね、これを簡単に説明したいと思います。まあ、ただコートの種類とか入れるボールとかその時風がどれぐらい吹いてるかとかにもよっても変わるので、その時々に合わせてはもらいたいんですけど、基本的にはこの T 字のところあたりに、まあ、機械を、まあ、置いてもらいます。で今回はフォアの回り込み逆クロスを練習しようと思うので、ちょっと真ん中から逆クロス側に、こっちから見るとバックサイド側ですねに少し機械を振ってある状態、まあ、ほんのちょっとですね、まあ、ほんの少し振れば、はい、あとは角度、こちら簡単に回して調整するだけなんですけど、今回は20と30の間に設定をしてます。次、このローラーの回るスピードですね、実際にボールのスピードがどれぐらいのスピードかのセッティングですが、時計の9時のあたりにしてます、はい、比較的ゆっくりなスピードになります。で下のところのつまみ、これがボールが出る間隔の長さになります。今一番長いセッティングにしています。まあ、チャンスボールということで考える時間があって、その時間にいかにミスせずにポイントを取るかということを考えてもらいたいので長いセッティングにしております。スリンガー自体はリモコンで簡単に操作ができます。ボタンが2つあって、上が機械自体を動かすボタンで、ちょっとこの下のボタンはまた後でご紹介するんですけど、はい、首振り機能って言ってちょっとオプションセットでよりハードな練習をするために、その動かすためのボタンなので、実際はこの上のボタンだけ押してもらえれば動作ストップが簡単にできるようになってます。でもう一度ピーって音が鳴るので、そうすると10秒ほどでボールが出てくるような感じになります。もう一回ピーって鳴るんですか？はい、この時間もまたいろいろ考えてもらってここから10秒。はい。先ほど言ったような、安全なところにっていうのはできてるんですけど、ちょっと守りの姿勢が見えて下から上の動きが多いので、はい、スピンがかかりすぎてしまってて、まあ、これでももちろんミスしてないのでいいんですけど、まあ、より確実に決めるのであればもう少し打点を高くしてスピンを減らす、今みたいなショットですね、あれがちょうどコーンのところを狙っていて安全かつ決まりやすいショットになりますので、で今がダメな例です。
力んで少し外を狙いに行った感じですね。では実際に僕がやってみたいと思います。これぐらいの力感で大丈夫です。悪い例をやってみます。なかなかそれも真似できないと思うんですけどね、お友さんの今のたまたま入りましたね。ではなく、しっかり時間を取って高い打点で後ろからこう近い距離でやっぱり声をかけてもらって、向こうから球出しをしながらアドバイスじゃないっていうのは非常にメリットなんだなと思います。一球一球に対してすぐフィードバックができて、その時のショットが良かったもありますし、悪かったっていうのもすぐに修正できますし、自分が見せてこれが正解これがダメっていうのも見せれるので、多分半分ぐらいの時間で伝えたいことを僕も伝えられますし、受け手側もすぐにこうフィードバックできて受けられるので、非常に有効に練習ができるんじゃないかなと思います。正直最初に結構うまく打ててて、本当はもっとミスばっかのところに修正を入れるイメージが最初からできているから、ちょっとこうやりがいがなかったといえばなかったのは。でもやっぱちょっと言われたらこう最初にちょっとあなるほどなと思ったのは、やっぱりこうちょっと入れたいとか安全にっていう言葉がちょっと気になって、やっぱこっからちょっと回転をかけたような打点が落としてたっていうのはあったんですけど、デモンストレーション見た時やっぱり前に行くのが速くてしっかり肩で肩口に高い打点で打ってるんだなっていうのもすぐによくわかるっていうのも、こういう近くでアドバイスもらえるメリットだなっていうのがあったので、まあそういう高い打点のところはちょっとチャンスボールと気にしながら練習したいなと思います。高い打点で打とうとするとこういう上下の動きがなくなるので、フレームショットも減ってきて、それもミスしないようになりますし、もちろん高いところから打つとネットもしなくなるんで、意外と思ってるよりも速いスピードで打ってもミスしないっていうのが両立できるので、ちょっと一歩前に行くだけでもう高い次元のショットが出るようになると思いますので、壁打ちとかをするぐらいしか一人でってイメージがないと思うんですけど、実際オンコートでまあいろんな練習もできて、基礎練から今みたいなちょっとこう人に手伝ってもらいにくい、自分だけでやりたいような練習とかもいろいろとできるので、これはすごくラケット2本分でそれが手に入るというのは非常に安いのではないかと僕は個人的に思います。大友さんはついてこないですね、このスリング。漏れなくついていきたいんですけど、一人しかいないんでね。大友さんついていたら最強ですけどね。最強ですね、これは。